こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。トラスト企画のみーくんです。そして花です。はい、今日は、インプレッサーの紹介だって僕聞いたんですよ。はい、ね、でちょっと車を準備してたらですね、はい、あることに気づいてしまいました。僕何を気づいたの？もう視聴者の皆さん見て、同じ色だから、同じ色。みーくん、これもしかして最高に不人気な色じゃないですか？インプレッサの中で。まあ希少性のある車ですね。うまく言いました今。うまく言いました今。もう青と真逆の色ですもんね。ま、はい、なんでこんなのばっか集めちゃったんですかこの色。この色さ、インプレッサってこの色乗ってる人とこうすれ違うことってある？はい、僕今まで一回もないです。一回もない。これとすれ違ってインプレッサと思わないというか。もうなんかね。めったに見かけない車を。めった見ないですね。集めてみました。逆に集めちゃったパターン。集めてみました、はい。しかもこれね、全部 GDA なんですよ。かっこいい。GDA、かっこいいね。GDA でこの色だぜ。GDA 好きな人はこの色が好きなんじゃないですかね。本当ですか、はい、好きなのウィークだけじゃないんですか。俺そんなに好きじゃないよ。あ、そうなんですか。色だってなんかおかしいじゃんこれ。何色っていうんですかこれ。ワインでもないし赤でもないし、はい、スバリストの方はですね、はいはいはい、ちゃんと正式名称をお答えすると思います。あ、なるほどね。ちょっと僕ら分かんないんで、カラーは何とかかんとかレッドです。なんか、はい、なんとかメタリックですか。そうですね、ちょっとスマリストの方コメントの方によろしくお願いします。僕この色分かりません、さすがに。カラーコードもお願いします。はい、でもこれ冗談抜きなんでこの色ばっか集めちゃったんですか。え、はい、違うよ、はい、これ査定に来たんだよ実は。え、マジっすか。はい、査定。査定だったんですね。はい、こっちの車は買い取りで買った、買い取りじゃなくてこれオークションで買ってるんだけど、はい、これ査定ですか。はい、いるんですね乗ってる方。今さんざんバカにしちゃったけど。すいませんでした。はい、買い取りです。あら、はい、ありがとうございます。はい、でもこの色買い取りしちゃって大丈夫なんですか。大丈夫だよ、ね、お金になるんですか。大丈夫なんだ。安いから。元がね。そう、はい、いくらですって言ったらお客さんもね、だろうねって話。ああ、なるほどね。お客さんも分かってた。そんなもんだよねって話で、いいよみたいな。はい、これちなみに青だったらもっと高かったですか。ちょっとね。あ、ちょっとね。ちょっと。何万円かね。高いと思いますよ、きっと。なんかこれ査定のいきさつとかあったんですか。これね、実はね、はい、九州です。また。GDA のね、はい、この赤だかワインだかよくわかんない色をね、はい、査定し、はい、わざわざ。わざわざ九州まで。行きました。なんと。はい、大丈夫ですか。こう割合取れるんですかちゃんと。採算、ね、茨城県からおよそ1200キロありますね。そうですよね、はい、海渡りますよ。だって片道ね。片道、はいはい、往復何キロだって話ですよ。2400キロですね。でも大丈夫です。九州はね、はい、まとめて行かさせてもらいましたから、うんうん、なんでほら、ね、ほら富山とか、はい、ね、岐阜とか、うんうんうん、愛知県とか行った後、はい、この後九州ですって言ったじゃないですか。はいはい、あ、言ってた。確かに、あの九州です。その時に、はい、査定したんですね。そうです、はい、大変。こんなマイナー車、マイナーって言ったらあれだけど、はい、九州ね、こうぐるっと回ってきました。長崎からこう、はい、ぐるぐるぐるっと車をかき集めてきたって感じですね、はい、こちらはね、佐賀県ですけどね、はいはい、でもそんなに、だってね、乗せれるとしても3台までじゃないですかトラック、うん、どういう魔法を使って来たんですかこっちまで。その車スモールライトだ、ね、スモールライトだ。スモールライトか。それはね、はい、物流の会社さんにね、はい、ぶん投げながら来ました。なるほどね、はい、査定して積んで、はい、下ろして、はい、下ろして査定して積んで、下ろして査定して積んで下ろして。それでね、はい、実はね、失敗したんです。はい、なんですか、どこが失敗したんですか。最初に、はい、実はね、うん、ホイールたくさん後から出てきた。出た、はい、車積みました、はい、ホイールも4セット積まなくちゃいけなくて、はい、
で4セットこう縦にこうね積みました、はい、ね、はてね車を下ろすときに、はい、ホイールも下ろさないと、あ、後ろに積んじゃったんだ車も下ろせなくて、はい、あのね車乗せました、ホイール乗せました、はいはい、ね、物流倉庫に置きに行くのに、はい、ホイール下ろします車下ろしますホイール乗せます、 でまたお客さんのとこ行きます、はい、車積むのにまたホイール下ろします、車積みますホイール乗せます、はい、でまた物流倉庫に行くのに、はい、ホイール下ろします車下ろしますホイール積みます、でまたお客さんのとこ行って、はい、またホイール下ろします車積みますホイール下ろしますでまた下ろしますってやって、はい、やって、はい、でああようやく九州から、はい、帰ってこれるなって、はいはいはい、で九州からこう帰ってくるときに、はい、で最後静岡寄れて始まった予定に入ってなかった、ま、か予定に入ってなかったそうそう、で静岡その時山口にいて、はい、で午前中に、うん、なんか静岡5時までに入れますかとかって言われてすいませんそれあのもうすごいねもう本島の橋なんですけどみたいなほぼね2000キロ以上ね、うんうんうん、もう走ってるんですよと、うん、ね九州って北の方だけじゃなくて南の方も行きましたから、はい、ねで走ってるんですけど その他に、はい、静岡も行けって言うんですかみたいなしかも時間指定で5時までにたどり着けるように行けとかって言ってるんですかとかって話になって、はい、ねで静岡って何かっつったら、はい、某、ね、大手の業者オークションがある会場があるんですよ、はい、ああはいはいはい、うん、あの袋井とか栗川のあたりね、はいはい、あるんですけどそこに、ね、事故現場の車あるから、うんうん、今積んである車を、ね、そこで降ろして事故現場積んで帰ってこいとこれ嫌な予感だな嫌な予感またこういう感じだ降ろさなくちゃいけなくてね、もう下ろさなくちゃいけなくてもう下ろす、はい、もうホイール下ろすのも嫌ですよっつってだって、ね、あの何回下ろしたんだよって九州から持ってくるときに、はい、もうこれ以上下ろさないと思って、うんうん、もうしっかりこうやったわけああなるほどねはいはい高速走るからね高速でもうこっからね、はい、もう1000キロ以上走んなくちゃいけないからもうバッチリなバッチリにこうね、はい、もう大丈夫っていうのがっちりラッシングしたわけですよ、はい、そうそう簡易的にするんじゃなくて、うん、落ちなきゃいいやじゃなくて、うんうんそうしたら降ろせっちゃうわけですよ困ったことに苦行ですねだから、はいね、某オークション会場で、はい、ちゃんとまともに動く車なんだけど、はいね、そこの、ね、人に言って、はい、エンジンかかりますかって言うから、うん、かかりませんとかって言っておい悪いことしたぞ悪いことフォークで降ろしてもらっていいですかっつってなるほどねなるほどね買い取りした車、はい、フォークで降ろしてもらってしたらで動かない車を、はい、動かなくないんだよ動くんだけどすいませんあのここのトラックに積んでほしいんですけどフォークでいいそう積んでもらってじゃあホイール降ろさなくちゃあなるほどなるほど危ねえみたいなねホイール地獄がそういう裏技使ってあねあの自分も純正のホイールありますよって言われてたんで、はいね、車外のホイール入ってるから純正のホイールありますよって言うから、うん、大丈夫ですよ査定しますよって言ってたら、うん、後から車外のホイール出てきてまあって1セットだと思いますよねそうそう4セットかと思って4セットかってもう軽い筋トレですよね本当に積み下ろししてでもね4セットあったんだけど、はいね、4セットだと 4×4 で16本16本ですねそうですね、ねはいしたらね、1本、1セット、あの3本しかなかったんですよ。おっと、欠けてるぞ。で、1本ね、事故っちゃって、うん、あのダメになっちゃったんで、それはないから3本ですとかって言われて、ねはいはいはい、15本だったんですよ。うん、なんかね、学校行って勉強してよかったなと思って、はい、15本積む。4セットっていうと、4本ずつ4つ積むじゃないですか。うんうんね、かけちゃいますよね1個ねそうすると3個だから、はい、ラッシングするときに困るわけですよ、うんうん、そうですね1本足りないとねよくよく考えたら、はいね、3×5 にすればいいんだそうですね3の15だからねそうこうトラックこうあるじゃないですか、はい、煽りがこうあって、はい、こっちがキャビンでね、はい、こうあってでこっちに車積むじゃないですか、はい、こっちにタイヤ積むんですけど積む時のこっちの煽りのところに縛らなくちゃいけないんだけど、うんうんうん、3本ずつこう積むと W の形で積むんですよ。なるほど。そう、3本ずつ。そうすると3段で、はいね、5個になるわけですよ、ね。はいはいはい。そうするとこうギューって絞っていくと2、3だから、うん、煽りの方が長いんでこういう風な台形になるわけです。ああなるほどね。か
賢い、肉賢いと思って。さすが、僕だったら4本で済んだ。さすが、学校行って勉強しなきゃあんなと思っていやそれ毎回下ろすのが一番大変だっつうのそういうのは危なかったですね。フォークリフトあってよかった、本当に。そんな苦悩をね乗り越えて買ってきたこのインプレッサーですけど、それだけの価値があるんですか、大丈夫ですか、この労力に見合うだけの。ないね言いましたよ今、言った言ったないよっていう。ちなみに、はい、ね、九州で、はい、ね、査定した車って、うん、実質5台なんですよ。めちゃめちゃ査定してますね、うん、はい、そのうちの1台。そうそうそう、はい、でね、佐賀県だったんですよ。あ、でインスタ見たわ、はい、うちのね、これから九州行きますって言って、ね、あの佐賀県でね、うん、九州行くんですって言って、うんうんうん、言ったら、はい、なんかね、福岡から、はい、ホテルまで、はい、来て査定してくださいって来たお客さんいて。インスタ見てですか？そうそうそう、すごっ。飛び込みみたいな。40分ぐらい、1時間かかんないぐらいの距離に来たんですよ。すごい。ね、朝4時頃ね、はい、あの、LINE 貸してたんですよ。うんうんうん。そしたらさ、すぐ帰ってきて起きてた起きてた起きてた早起きだ早起き。そうそうそう、どこにいるんですかぐらいの勢いで、うんうんうん、今ね、九州をね、牛耳ってる、ね、ホテルがあるんですよ。あ、わかんないけど、ホテル AZ っていう。いや、 AZ、 はい、85店舗あるらしいです。すげえな、すげえすげえ。九州にお住まいの方はね、多分ね、うん、分かってご存知ですね。ああ、あそこかみたいな。そうそうそう、はい、あそこのね、うん、佐賀店にいたんで、佐賀のところにいたら、そこまで来るって話です。すごいっすね。そうそう、インスタ見て、うん、今九州にいるらしいから行っちゃおうみたいな、うん、そうそう、4時に4時にそうそうそう、でなんだかんだやってて、はい、じゃあ今から行きますとかつってて、うわ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 、もう朝の6時台から査定してます、はい、査定してホテルの駐車場でどんだけ多忙なんですか。 9時からこれ査定しなくちゃいけなかったんですよ、うん、あ、はいはいはい、これは実はだからそれまでに終わんなくちゃいけないから、うん、まあ、せめて7時ぐらいまでに来てもらわないとっていう話、うん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 、じゃあ6時台に行きます。すげえな、もう LINE 返してすぐ出た感じだ。そうそうそう、はい、もう本当に全国から査定殺到しておりまして、この後行くのはですね、実はね、はい、四国です。四国、香川県と西日本多いな。香川県と愛媛県行くんですけど、はい、ね、その後愛媛の先って実はフェリー乗れて大分に渡れるから。あ、そうなんですね、フェリーだ、フェリー、フェリー、大分も伝ってできるかなみたいな感じで、はい、で、なんかこう福岡回って帰ってくるみたいな、ね、おお、なんかいい小旅行ですけどそう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 、まあ、みーくんのインスタだったり、まあ、ツイッターだったりで、ね、みーくん今日ここ行ってますよみたいな情報をたまに流したりするんですけど、うん、まあ、それ見て飛び込みみたいなのっていいんですか。あ、いいんですか。だって俺帰りにサービスエリアで休憩してたら、はいはい、あの査定に来てすぐ近くですけどみたいな、はいはいはい、5分ぐらいですけど、サービスエリアからお客さんのところ、はい、今どこですかって言うから、いや、すぐ5分ぐらいのところですって言って、いや今から査定できますけどっつってでサービスエリアに来てもらって高速乗ってきてくださいっつって違う違う違う、高速の外に駐車場があるの、はい、ああ、なるほどね、うん、そういうエリアだ。そうそうそう、はいはいはい、でそこに来てもらって、うんうん、あ、着きましたとかっつって、人の行き来だけね、できるんですよね。できるできる、はい、エリアがあるんですよ、うんうんうん、でそこに来てもらってで車あるとこまで一緒に行ってもらって、はい、うん、すげえな、査定して、いや超偶然みたいな、おうおうおう、査定させてもらいました。なるほど、運命じゃないですけど、はい、そういう査定もできますから、はいはい、インスタ大丈夫ですか、そんなこと言ってプライベートがさらされてますけど、さらされてる、はい、インスタを見ていただいて、もし追いかけてきてもらっても、そうですね、今日どこどこにいますよってね、はい、情報あげると思うんで、はい、あ、だったらみたいな、ミークのインスタが一番その情報載ってるんで、うん、そうそう、リアルタイムで載せますから、はい、すごいな、やばいと思うな、何時頃どこで休憩してますみたいなねやばいやばい、危ないで本当に電話かかってきちゃうと思うな俺、まあ、別に査定じゃなくてもね、話したい人とかね、会ってそうですね、会いたいとかっていう人でもね、うんうんうん、休憩がてら、はいはい、茶菓子持ってきてもらえればお話ししますからね。そうそう、できればこういう感じのだったらもう、うん、あ、すぐね、いつでも OK です、はい、高速降りていきますから、ピュってちょっと止まりになっちゃうんですよねすいません、今日査定する予定だったんですけど、はい、明日じまいですか、明日この後予定があっつってできちゃってみたいな、ちょっと今トラブルがありました違う、いろんなトラブル起きちゃうよ車のトラブルじゃない、トラブルがありました、なるほどね、遅れる可能性がありますので、はい、気をつけてください、はい
じゃあまたお話で終わりそうなので軽く車を、はい、あそうですね、はいはい、まあ見る価値あるかないか分かんないですけど、うん、まあこの車査定させてもらったんですけど、はい、まあお客さんもいい人で、うん、はい、まあ最初に大体こんくらいじゃないですかっていう金額で、うんうん、まあLINE でもまあ連絡したと思うんですけど、はいはい、まあ、あの同じぐらいですねって話で、うん、あじゃあいいですよそれでみたいな感じで、うんうんうん、あっさり決まった車ですね。へえー、はい、まあ、一応まあ行ったまあ見なくてもまあある程度できたんですけど、うん、まあ、九州に行くのが何か所もあったんで、うんうん、まあついでついでにね、まあ、お会いできてお話もでなんですよね実際お客さんに強調強調しますねついで、はい、ついでです、はい、ついでは全然なんかストレスならないんですよ、はいはい、こういう車であって、なるほどね、はい、これだけ単独だったらもしかしたら行かなかったかもしれない、うん、電話でなんか納車審で、そうですね、納車審査定最近やってますから15でとか20でお願いしますって言ってさ、あの金額適当な金額言っていいですでそれでいいならじゃあお願いします、じゃあもう物流会社に行かせますからって、そういうケースありました前に、はいはい、そういうのができますから、はい、大丈夫です、少しぐらいね金額ずれても、はい、大丈夫、まあ、どうにもなっちゃうからすごいな、はい、高い分にはいいけどね、低い分だとお客さん損しちゃうからあれですけど、適当なんだけ言ってからいいの適当じゃないです、一応ちゃんとデータありますからね、誤解しないでください、ちゃんと会社が儲かるような値段で売ってますから大丈夫ですよ、はいはい、大丈夫です大丈夫ですよ、そうはしてないですから、なるほどね、はい、お客さんが損してるだけですから大丈夫ですよすいません、何ら問題ないです、すいませんはい、でもすごいですね、はい、これ車外バンパーもこの色にちゃんと塗ったんですね、これね、これ車外バンパー、車外バンパーだよ、そうそうそう、だって中に純正のバンパーがあるから、あ、本当だ、はい、突っ込んである、これはですね、チャージスピードっていうバンパーがついてます、一応こう前と後ろもついてるんですね、名のある感じ、うん、有名なエアロメーカーのやつですね、はい、チャージさん、はい、これつけてる人多いよね、チャージスピードっていう会社のね、うん、はい、まあ、自分はこれがあったから査定行ったって感じ、あ、一応転用パーツとして売れそうだ、はい、売れそうだみたいな、チャージスピード3はすごくいいっすよねそうっすねちょっと上げとかないと上げとかないと品質もいいし、かっこいいし、はい、そうそうそう、品質いいよね、はい、品質いいっす、はい、はい、ちょっと今さ、こっちチラッと見たじゃないですか、なんかすげえ気になる車1台置いてあるんですけど、あれなんですかあれは今、後で紹介するから後で、後でね、後でね、はい、後でね、で、これね、走行がね、11万キロおー、はい、まあ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 、はい、事故歴なし、おー、はい、の車ですね、珍しい、はい、いや、意外とね、GTA も高くなったんだよ、それって、それって、うん、それってここの、ね、原因じゃないですかいや、なんかね、はい、この業者屋上で買ってるじゃない、はいはいはい、うん、でそうだから、はい、意外とあれ上がってきちゃった、うん、しかもね、なんかこんな店内色、うん、曲がっちゃったのここに3台あるからじゃないですか集めちゃってるじゃないですか、もう今オーバーちょっとずつ上げようかなと思って一生懸命ね、 GDA もですか、プロモーションしてるんです、 GDA もそうそうそう、 GDA も上げちゃうかなと、もう安い車なくなっちゃうよ、これから GDA から GDA のオートマを集めようかなと、出たどんどんこう裾野広げて、裾野広げてね、はい、いろいろ儲かるように画策してますから、そうそうそう、はい、まあということなんでね、うん、不人気、まあ、不人気かどうか分かんないですけど、 GDA のこんなね、何色か分かんない色でも九州まで行って、でもこういう車をね、はい、集められるのうちだけですよ、そうですよ、はい、他どこもないよ、はい、全国探しもない、はいはい、GDA の不人気の色なんですけど、はい、買っていただけますかって言ったら、はい、はい、いつでも OK ですよ、よろしくお願いします、はい、これ普通の買取店だったら、はい、1万2万いやもっと高いです、あもっと高いですか、高いですよ、最低10万、あ10万はいく、10万はいく、はい、うちはもうちょっとね、はい、乗せさせていただいて、はい、買取できますので、はい、ぜひご用命よろしくお願いいたします、はい、GDA マニュアルオートマ問わず募集してますからね、はい、はい、遠くの場合はついでにしか行かないから1ヶ月2ヶ月放置するから、そうですね、そう家庭に行く時にじゃああと2ヶ月後ですね、うんうんうん、はい、仲間うちで車集めて、あそうですね、ミー君を呼ぶっていう、3台ぐらい集まれば来るかな
よく出前と一緒じゃないですか、ね、そうそういくら以上じゃないと配達しないみたいな。あ、ありますね、ありますね。ウーバーイーツも。そう、なんかあるよね。あります、あります。ウーバーイーツもそうだよね。ウーバーイーツもそう。いくら以上。1500円以上じゃないと。配達しませんみたいな、ね。そうそうそう。5台以上から。いや、5台はないだろう。さすがに2台とか3台にしてもらってね。最低2台。最低2台から。はい。さて行きますので、はい、ぜひご用命よろしく。出前しますから大丈夫です。出前。出前ミークで。いいっすね。出前お願いしますって言ってもらえばね。はい。こうやって出前してくださいとかって。自分で行きますとか言って。1台ですかって言うから、はい、1台でいかがですよとかって言うんで、ね、いや2台あります。あ、じゃあじゃあ。そういう感じです。はい。はい、まあそんな感じなんで、はい、ご用命ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございます。はい